こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説虎に翼の第4週第16話から第20話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。朝ドラ虎に翼の第16話のあらすじは以下の通りです。第4週小込女にそり男第16回はついに智子たちが女子部を卒業し明律大学法学部に進学するという重要な節目を迎えます。このエピソードでは時代背景とともに女性の社会進出の兆しが感じられます。昭和10年1935年という時代、日本では弁護士法が改正され女性も弁護士資格を取得できるようになりました。この変化は長い間制約を受けていた女性たちにとっての大きな希望の光です。智子が本科に進学したことで彼女の夢であった弁護士への道が開けてきました。男女平等の価値観を持つ男子学生花岡悟との出会いは彼女にとって新しい風を感じる瞬間でもあります。花岡は女子学生を歓迎し彼女たちの存在を当たり前のものとして受け入れてくれる姿勢を見せます。この時代にあって彼のような男子学生はまさに希少であり、智子たちの心にも安心感をもたらします。花岡の存在は彼女たちが新しい環境に順応しさらなる挑戦を続ける勇気を与えてくれます。しかし米田家は男子学生に対して疑念を抱いています。彼女の心情は理解できます。過去の経験から男性の中には女子学生を冷遇する者も多かったからです。それでも智子たちが平和な日々を過ごせていることは少なからず花岡の存在によるものなのでしょう。このように智子たちが新しい環境で安定を感じることができるのはまさに時代の変化の中での新たな試みの一つと言えます。そんな中、花岡が女子学生をハイキングに誘う提案をすることで男女の交流が深まることが期待されます。このような活動は彼女たちにとっても楽しみであり学びの一環となります。新たな仲間との関係構築は弁護士を目指す上でも重要な要素となるでしょう。また臨時講師としてやってきた大場哲夫が梅子の夫であることが明らかになると学生たちの間に驚きが広がります。この展開は学内における人間関係や意外性を生む要素として今後のストーリーにどのような影響を与えるのか興味がつきません。哲夫の存在が学生たちの学びや交流にどのように作用していくのか期待が高まります。虎に翼は女性たちが夢を持って未来を切り開いていく姿を描きつつ彼女たちの成長を促す環境が整ってきている様子を映し出しています。これからの展開がどのように進んでいくのかますます目が離せません。智子たちが自らの力を信じ仲間と共に歩んでいく姿は時代を超えて多くの人々に希望を与えることでしょう。彼女たちの挑戦に期待を寄せながら次回の展開を楽しみにしています。朝ドラ虎に翼の第17話のあらすじは以下の通りです。第4週小込女にそり男第17回では女性の権利と社会的地位をテーマにした深いメッセージが盛り込まれています。このエピソードでは特別講師としてやってきた大場哲夫の講義が物語の中心となりますがその内容が女性を貶めるものであることから智子たちの心に火がつきます。昭和10年1935年という時代背景の中女性たちはようやく社会進出の道を歩み始めていますが未だに男性優位の社会構造が色濃く残っています。哲夫の授業では未婚女性が犬に噛まれて大怪我をした事案が扱われその際の両親の訴訟について語られます。智子は当初その内容に感心しつつもすぐにその見方を撤回します。哲夫が示す見解は明らかに女性を侮辱するものであり智子はこの矛盾に耐えられず抗議の声を上げることに。ここで注目したいのは哲夫の態度です。
彼は女子学生たちの意見に耳を傾けることなく、自身の考えを押し通そうとします。この描写は、女性たちが直面する現実を浮き彫りにしており、女性の権利がまだ軽んじられていることを象徴しています。智子たちがこの状況に対してどう行動するのか、彼女たちの反応がますます気になります。そんな中、ハイキングの日がやってきます。ここでは、智子が仲間たちと共に楽しむことを期待している一方で、直子との行動に不安を抱くシーンが描かれます。なお、ことが日曜日に仕事に行くことで、春が機嫌を損ね、智子も彼の行動に違和感を抱くのです。友情や恋愛の複雑さが垣間見え、若い女性たちの心情がリアルに描写されています。ハイキングの待ち合わせ場所に着くと、花岡たち男子学生がすでに集まっていますが、そこでまたもや男性優位の発言が飛び交います。これに対して智子は怒りを覚え、抗議しようとしますが、梅子がそれを制止するという展開が待っています。この瞬間、ともこの心の葛藤が強調されます。彼女は男性たちの言動に対して黙っていることができず、社会の不条理に立ち向かう姿勢を見せるのです。このエピソードでは、時代の変化の中で女性がどのように自らの立場を見つめ直し、戦っていくのかが重要なテーマです。智子たちの成長と彼女たちが置かれた状況を重ね合わせながら、物語は進展していきます。次回は彼女たちがどのように行動を起こし、立ち向かっていくのか、そして彼女たちの友情がどのように変わっていくのか、期待が高まります。このように、朝ドラ虎に翼は女性たちの成長物語として、時代の壁に挑む姿を描いています。彼女たちの奮闘を見守りながら、次回の展開を楽しみにしています。彼女たちがどのようにして未来を切り開いていくのか、ますます目が離せません。朝ドラ虎に翼の第18話のあらすじは以下の通りです。第4週小込み女に反り男？第18回では、放火の仲間たちのハイキングの日に起こる波乱の展開が書かれています。このエピソードは、登場人物たちの複雑な人間関係や社会的背景を鮮やかに表現しており、特に女性の立場と権利について深く考えさせられる内容となっています。昭和10年1935年という時代背景の中、女性はようやく社会に進出し始めたものの、依然として家父長制や男女の役割分担が色濃く残る時代です。梅子の夫である哲夫が妾を持っていることが公然と語られる場面は、その社会の暗い側面を示しています。この瞬間、光井三郎の前で起こった出来事は、梅子にとっても、放火の仲間たちにとっても大きな試練となります。ハイキングの最中、男子学生の小橋が無神経にも梅子の夫の不倫について口にしたことが、智子と花岡の口論を引き起こします。花岡は家庭を養うための妾という言葉を使い、その行為を正当化しようとしますが、智子はその理屈に激怒し、思わず花岡を突き飛ばしてしまいます。この瞬間、感情が高まるのと同時に、男女の関係の不平等や女性たちが直面する社会的な圧力が浮き彫りになります。花岡の転落は、彼自身の立場や思考を見直すきっかけになるのではないかと思わされます。入院後、病院の待合室では、梅子が自身の家庭の悩みを打ち明け始めます。子供が生まれた頃から夫が家庭を顧みなくなったこと、義母に子育てを押し付けられていること。彼女の言葉には、家庭内での孤独や無力感がにじみ出ており、共感せざるを得ません。梅子が法学を学ぶ動機は、実に切実なものであり、離婚を通じて子供の親権を得るための手段として法を学んでいるというのは彼女の強い意志と希望が感じられます。このエピソードを通じて、梅子の決意が描かれる一方で、智子や花岡を通じて社会の矛盾が浮き彫りになります。特に女性たちが抱える社会的なプレッシャーや、家庭内での役割の不平等について、視聴者は考えさせられることでしょう。梅子のように法を学ぶことで自己を守り、未来を切り開こうとする姿は、
これからの時代を生きる女性たちにとっての希望とも言えます。次回の展開が非常に楽しみであり、梅子や智子がどのように困難に立ち向かっていくのか、その成長に期待が高まります。この物語は、単なる歴史的なドラマではなく、女性の権利や自立をテーマにした現代に通じるメッセージを含んでいます。彼女たちの奮闘を応援しながら、次回の展開を楽しみにしたいと思います。朝ドラ虎に翼の第19話のあらすじは以下の通りです。第4週小込女に反り男第19回は、複雑な人間関係と深い感情が交錯する、まさに目が離せないエピソードとなっています。この物語は、昭和10年1935年の日本を背景に、女性たちが自立を目指す姿を描いていますが、今回は特に友情や愛情が試される場面が展開されます。ハイキングでの事件から3日が経過し、花岡の入院が続いています。智子は毎日のように病院に足を運びますが、彼に直接会えないまま、罪悪感がどんどん募っていく様子が非常に切ないです。この瞬間、智子の心情が如実に現れ、彼女の強い意志と葛藤が見る者の心を打ちます。彼女は、自己の責任を感じているのか、自分の感情を整理できずにいるのか、悩み続けています。そして、ついに迎えた花岡の退院日、轟が付き添う中、花岡は自らの気持ちを抑えきれず、智子を訴えるつもりだと告げます。この場面では、花岡の内面の葛藤が垣間見え、彼の周囲の人々への影響が大きいことを示唆しています。轟が彼を厳しく一喝するシーンは、友情の厳しさと、その中での成長を表しています。花岡がどのように自分の感情を処理していくのかが注目のポイントです。退院後、花岡は大学に戻り、まずは梅子に謝罪します。この瞬間、彼が抱えるプレッシャーや、自分を見失っていたことを語る姿は、多くの人が共感できる部分ではないでしょうか。梅子の励ましも彼にとって大きな支えとなるでしょう。人間関係の中でお互いがどう影響し合っているのかが、リアルに書かれているのがこの作品の魅力です。その後、智子も花岡に謝罪し、二人の心が通じ合う瞬間が書かれます。この場面は、友情や愛情が再生される希望を感じさせるもので、心温まる瞬間となります。しかし、その後智子が猪爪家に戻ると、なおことが拘留され、家宅捜査が入っているという驚くべき展開が待っています。この急展開により、今までのストーリーに新たな緊張感が加わります。このエピソードを通じて、社会的な圧力や家庭内の複雑な状況、友情や愛情の揺れ動きを巧みに描く虎に翼。主人公たちが直面する困難を乗り越えて成長していく姿には、胸を打たれるものがあります。次回の展開がどのように描かれるのか、ますます目が離せません。時代背景を考慮した中で彼女たちがどのように立ち上がり、未来を切り開いていくのか、その成長を見守るのが楽しみです。朝ドラ虎に翼の第20話のあらすじは以下の通りです。第4週小込女に反り男第20回は、まさに緊迫した展開が続く重要なエピソードです。昭和10年1935年の日本、特に都市部では社会の変化とともに人々の運命が大きく揺れ動く時代背景の中で、このドラマは法と倫理、友情、家族愛を巧みに描き出しています。なおことが贈賄の容疑で拘留され、猪爪家は一夜にして混乱の渦に巻き込まれます。検察が押し寄せ、家の中を物色する様子は、当時の日本の権力と個人の生活がどれほど密接に関わっていたかを物語っています。猪爪家の家族が動揺する姿は、誰もが感じる無力感や不安を象徴しており、その表情が胸を締め付けます。夜になるまで続く捜索の後、家族が集まった場面では、雄三が法律の知識を生かして何かできることを提案します。この瞬間、彼の冷静さと家族への思いやりが際立ちます。雄三はただの一市民ではなく、法律の重要性を理解することで家族を支えようとする姿勢が、
視聴者の心を打つのではないでしょうか。一方で、なおことが無実であると信じる猪爪家の人々の信念も印象的です。彼らの揺るぎない思いが、なおことを取り巻く現実とのギャップを際立たせ、物語にさらなる緊張感を与えています。しかし、時間が経つにつれて、なおことの交流が長引き、共和事件として世間を揺るがす大汚職事件に発展するという衝撃的な展開が待ち受けています。ここで、社会の大きな動きが個人にどれほど影響を与えるのかを改めて考えさせられます。また、連日押し寄せる新聞記者たちの姿もメディアの影響力を象徴しており、特に智子が学校に行けなくなる様子は、彼女がどれほどこの事件に巻き込まれているかを物語っています。学生たちの生活にも波及するこの事件の深刻さは、まさに時代の反映です。そんな中、直子との弁護を引き受ける弁護士が見つからないという苦境が続くことは、猪爪家の孤立感をさらに強めます。誰もが恐れるこの状況に、智子はどのように立ち向かうのでしょうか。そして、花岡が穂高を連れて猪爪家にやってくることで、物語に新たな展開が加わることが期待されます。彼の存在が猪爪家にどのような影響を与えるのか、心から楽しみです。虎に翼は、社会の中で生きる人々の心の葛藤と成長を書き続けており、直子とを取り巻く現実にどう立ち向かうのか、その未来が気になるところです。次回も彼らの物語から目が離せません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。